終わっちまったんだな。寂しいな。ここはですね、大高緑地水泳場と書いてありますが、まあ俗に言う大高緑地プールでございます。ここね、終わっちゃったんですよ。今年の夏の営業を最後に営業を終了してしまいました。創業は1971年6月ですね。いや寂しいな。小学校の頃は本当よく来てました。いや寂しい。はい、こんにちは、平山茂です。今日は9月の10日ですね、金曜日、夕方4時でございます。今日もお仕事だったという方、お疲れ様です。本当にお疲れ様です。1週間終わりましたね。明日土曜日、日曜日お休みという方は、いい休日過ごしてくださいね。大丈夫ですから。大丈夫ですよ、あなたは大丈夫。うん、あなたは大丈夫ですから、間違いない、大丈夫。今日はあの思い出のね、大高緑地プールをちょっと記録に残しておきたいなと思いまして。いやー本当に寂れてるなとは思ったんですけど、まさかやってたとは思ってなくて、もう本当に本当に寂しい。どうするんですかね、この後。ちょっとね、宝くじ10億ぐらい当たったら、ちょっと寄付するから、なんとかしたいですよね。もし当たったらね。やっぱこれは、地域の皆さんの憩いの場でもありましたからね。なんとか。まあ、どっちにしてもね、ちょっと50年。1971年なので50年経ってるんですよね。なのでちょっと、まあ、老朽化が原因ということなんですけども、いやーちょっとね、本当寂しいですね。まあまあでも、ね、大丈夫ですね。これはもう大丈夫、大丈夫と言うしかない。あそこがね、着替える場所とか、あの脱衣所っていうんですか、着替えるところで、いつもプールが終わったら、あそこでね、肉まん、多分ね、井村屋だったと思うんですけど、井村屋のね、まあ、僕はあんまん派なんですけど、あんまんをここで初めて食べたんです、人生で。本当に美味しかった。プール終わりのあんまんは最高でした、本当に。こちらは交通公園ですね。このプールのすぐ近くなんですけど、ゴーカートがあったり、いろいろ遊具があったりね。いやー、こちらもね、本当に年季入ってますよね。もしかしたらここも下手したら50年ぐらい経つのかもしれませんね。ねえ、年食ったってことですよね。41だもんな。まあこの動画を見ている若い方にはちょっとね、伝わりにくいかもしれませんけども、まあ今住んでる、まあ皆さんが今住んでる町のね、まあこういう施設だったり建物ですよね、そういうのが
なんか大人になるにつれてどんどん取り壊されていくっていうのをこう経験する時が来ると思うんですけど、やっぱね寂しいですよね。ちっちゃい頃の思い出のものがこうなくなっていくっていうのはすごい寂しいですよね。何の話をしてるんだ。何の話をしてるんだ。まあそういう話ですよ。よし、帰ろう。帰りましょう。ね、大丈夫っていうことです。とにかく大丈夫なんだよ。うん、大丈夫だよ。大丈夫ですからね、皆さん。ね。明日お休みという方は、しっかり休んだり、お出かけして楽しんでくださいよ。ね、お仕事という方は、気合い入れて、頑張りましょう。かっこ頑張らない。さあ。あ、そう、僕明日休みなんですよね。ということでね、明日どこ行きましょうかね。いやー、お出かけしちゃおうかな、どっか。うん、まあまたノープランですけども、それでは交通公園さよなら、大高緑地プールさよなら、ということでまた明日お会いしましょう。平山茂でございました。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。大丈夫ですよ。